さあ始まりました。アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケとシゲさんです。このドルシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。お願いします。はい、お願いします。聞こえてるかな？ん聞こえてるかな、うん、よし OK です。最近の調子はどうですか？Not bad. まあファイナルも終わってちょうど。そう、やっと終わった。やっと。俺がもう一個ちょっとペーパーが残ってるからそれやんなきゃいけないけど。ほんまやっとやわ。でも明日からもうパラダイスや。もう何も考えへん。日本に。何も考えへん。いいな。もう学校関連のなんかもうメールとか一切見えへんから。だからまあパソコンも持って帰れないもんね。持って帰れ。iPad も。iPad で一応見ようとはできる。見ようできるじゃん。ああ。いいな日本。帰ったらよかったな。まあでもまあうん。めんどくさかっただけやろ。っていうのもあるし。ただただそうね。っていうのもあるし、まあ車買ったっていうのもあるし、うん、まあ他にもちょっと必要なものあったりとかしてバイトしなきゃなっていうのもあったし、まあインターンの関係とかもいろいろあったし、いろいろ旅重なって、まあ残っていいやと思って。そんなめんどくさがってるから歯がえらいことになるやん。あ、言ってないの俺そういえば。うん、あのこと言いたかないわあんなこと。やっぱでも留学生やっぱ1年に1回はやっぱり帰った方がいいと思う。半年に一遍はまあちょっと1年半ぐらいかな。いや1年に1回で、うん、で、まあ、帰った方がいい、うん、でまあ例えばまあもともと病院行ってて薬もらってる人とか、うん、もう多分ちょっと切れてくる頃だと思うし、うん、自分の場合はもう結構歯医者によく通ってたっていうのもあって、虫歯があったりなかったり矯正でどうので親知らず抜かなきゃいけないとかっていうのもあって、うん、だから抜かなきゃいけないなとかっていうのもいろいろ度重なって、まあ自分の場合は2018年の冬から帰ってないんでちょうどもう2年日本に帰ってなくて、コロナかかった後だから11月の真ん中ぐらいかな、15日ぐらいにちょうどその開けて、そこから1週間ぐらいした時にもう無性に歯が痛えっていう。それコロナの影響とかあるんかな。どうなんだろうね。でもだからその熱出たからなんか、でもそのコロナの途中でその詰め物が取れたんだよね。コロナで。コロナじゃない。コロナで全部全部もう全部そのせいにしよう。そう、期間中に詰め物が取れて奥歯の、うん、で別に取れたすぐは全然大丈夫だったんだけど、 2,3 日後にちょっともう歯痛えなーって軽くなって、でまあ一回そういうのが詰め物取れて歯痛くなった時があって、その時はちょっと痛め止めみたいなの飲んだら、その後別に引いて、だからまあまたそれいう感じかなと思って飲んでも一向に治んなくて、でバファリン貸してっつってバファリン飲んで、で全然引かなくてやべえなーってなって、でその日がしかもたまたま金曜日で、そうやったかな、そう、その日が。でも歯痛えなって、これも歯医者行ったろうなと思って、でもう土日に痛み出たらもう最悪じゃん。いや終わりやな、やってないから。だからもう行くんだったら今日しかないって言うので、もうえぐいくらい電話いろんなところにかけて、で今日空いてる今日空いてる、必死やったもんな、今日空いてる今日空いてる今日空いてる、はーいって。でも本当今までに感じたことない痛みで、もうなんか、あ、今行っとかなあかんねん、なんなんこいつ。もう本当なんかずっしーんとなんか響くような痛みが来て、もうダメだ。初あんな痛み。ほんと初初。だって虫歯で俺歯痛いってなったことなくて、いつもそのだから矯正してる時に、ね、矯正中に虫歯が結構大きくなってきたら、あ、もうその痛みが多分出る時点出えへん段階でもう治療してたからってことね。だからもう普通、そう、普通の人だったらもう絶対気づかないように虫歯とかも矯正中だったら、そのしてる最中にちょっとひどくなったりとか大きくなったり、一回矯正全部取らなきゃいけなかったりとかする部位にあったりとかして、はいはい、だからもうそういうちっちゃいのでもここに一応あるんですよね、できれば治してほしいんですよねとかっていうのも全部治してたから、うん、もう基本的に痛み出る出ない関係なしにもうあるっていう時点でも治してたから、うん、ね、だからもうあんな痛み初めてで。とかなあかん、定期的にね。そうだから、でアメリカはもうその歯の保険、まあ、タイプによると思うけど、留学生の保険は結構その歯の治療費が含まれてないケースが結構あるっていうのもあるし、うん、まあ、こっちの人もそうかな、アメリカ人も多分
そうね、うん、っていうのもあって、もうアメリカの歯医者もべらぼうに高いんでだからもうやっぱ2年、まあ、2年じゃない、もう1年に1回ぐらい帰って、もう何も別になくても、帰る用事がなくても、なんかこう自分のそのメンテナンスじゃないけど、うん、そのために帰った方がいいと思う、うん、でそれ直すのにめっちゃ取られて、うん、でその後にそのなんか違う病院、歯医者から電話かかってきて、でそのレター、なんかその診察書、なんか依頼書みたいなのが前の、あの歯医者から届いてるよって言われて、うん、だからいつ予約するって言われて、知らんしってそのことみたいな何のことって言ったら、だからそれでウィズダムティース、その親知らず2本抜くっていう診断書っていうか、その依頼と来てるよみたいな、いや抜かんし知らんしって思ってで、まあでも親知らずがその痛み出てきてから、そのじゃあその診断書作ってというか、そっち行ってまた予約取ってってなったら時間かかると思うから、とりあえずその診断だけしてもらって、そのあれを作ってくれたら、じゃあ痛み出た時にそこ行けばまっすぐ抜いてくれるだろうなっていうのもあって、うん、だからまあとりあえずじゃあ行っとこうかっていうので行って、親知らず下2本はもう2本で抜いてたんだけど、上2本がまだ出てなくて、そうまだ埋まってる状態なの、うん、で右の奥歯がちょっと出てる状態で、うん、でレントゲンの写真的にも、多分絶対変な出方するんだよね、はいはい、うん、もうほぼ分かってて、でその前の病院で多分見た時にそれが、多分邪魔になってくると思うし、ウィズダムティスいらないから抜いた方がいいよっていうので、多分そっちに連絡が行ってて、うん、そうでその2本を多分抜くよって言われて、いいって言われて、いや抜かん高いし、で別にまだ出てないし痛みも出てないから、いや抜かんよっていうのを言って、で一番理解できない、前も言ったと思うけど、一番理解できなかったのが、奥歯、その親知らずの1本手前、12歳臼歯だから、何やそれ、え12歳ぐらいになったら生えてくる歯、12歳臼歯、え言わん、知らん、初めて聞いた、マジで一番奥の歯は、まあ、その1本手前は11歳ぐらい、いやもう多分そのだから知らんわそうだから12歳ぐらいを超えた後に確か生えてくるような、人によるやろ、いやまあね、大体でもだからそれ確か12歳臼歯って言ってるはずよ、うん、でそれがもともとなんかね、多分銀歯ほどではないと思うんだけど、多分結構大きな詰め物をしてて、うん、でそれが前取れたのは知ってるの、でもそんだけでかいのだったら俺多分気づくと思うんだけど、あ気づかなかったから、多分俺寝てる間に歯ぎしり、俺ひどいから、あでもちょっと一個言っていい、うん、歯の話長ない、えあれ違ったっけ今日こんなこんな線でいやまあとりあえずこれだけでかかったいう話だけでよかったんちゃう、うん、そんなもう金は言わ金は言わし、だからそれで結局だから行った方がええでいう話で終わってたよ、なんそんななんかえ今日話すことあんまないし、だからそれはちょっとバリ長いのちょっと飽きてきてた、あそうなじゃあまあとりあえず1年に1回は日本帰りましょう、そうそう留学生帰った方がええでいう話や、帰りましょう、そうそうそう、多分次の話の方がしたい感じかな、何の次の話じゃないっけ、うん、あの最近あのめっちゃハマったドラマあるじゃん2人で、その前になんかなかった、その前にポップコーンとかのことかな、あポップコーンとかのことかな、このさっきそっち話す、さっきそっち話す、最後に、あオッケーオッケーオッケー、じゃあ今回そのテーマというテーマあんまなくて、そのなんか細かいことをちょっとずつ喋っていこうかなって思ってるんですけど、前に一回しげさんと話し、あの普通の普段の話で、あの映画館よく行ってたみたいな、でポップコーン食ってたみたいな言ってたら、しげさん別にそんな食ってないんでしょ、食ってないっていうかあんま別に好きじゃない、うん、いや俺も別に好きではないよね、うん、なんかでも、うん、その食べたいりこなんていうの、食べたいのは分かんねん、映画見てるときに、映画見てるときにポップコーンなんかなみたいな、うん、いや俺もなんかもうポップコーンがあるからみんなポップコーン食ってるけど、あだからもともとポテチやったわけやろあれは、そう俺そこがだから知らなくて、あそうなんだって思って、でポテトチップスとかを食べてて映画館で、で音がうるさいやん、バリ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 、あうるさいね、だからこのでなんか下に落ちたりとかしたらパリパリってなるやん、でもポップコーンって踏んでもなんかキューみたいな感じじゃん。そうね、うん。だからその音対策のためにポップコーンになったっていう確か経緯があるのよね。ポップコーンもバリバリ言わん。食べ方と量か。いや言わん。そうね確かに。で俺も別にそのポップコーン自体別にそんな俺も好きじゃなくて普段別に食べなくて、まあ映画館行った時にまあしょうがないというかさ、せっかくだからまあ頼もうかな。バリ食うやつ俺やん、ポップコーン。いるね、そんなくん一人で L 食べるんやばないいるねいるね、そんな腹減ったん
飯食うてきたらええのにと思う。いるで、たまにいるで。でもだからその前にそのポップコーンだから別にお互いそんな好きじゃないよねみたいな、うん、じゃあポップコーンに代わる次のものなんだろうねっていうので、じゃあ今度それちょっとポッドキャストで撮るかっていうので口寂しいからってことやろ。そうね、だからまあ飲み物は、うん、飲み物頼んでたでしょ多分。飲み物はそら飲むよ、うん、俺もだから飲み物飲んで、だから飲み物プラスなんか合うものみたいな、うん、別に飲み物は別に何でもいいよ、だビールでも何でもいいし、何でもいい、うん、ソフトドリンクでもいいし、うん、なんかありますかね。でなんで食べたくなるんやろっていうのを考えなあかんよ。だから多分あれよね、ほんとちょこちょこつまめるものっていうような感じだよね。ポップコーンみたいなちっちゃいものとか。俺からすると、うん、あの極論な、うん、タバコ吸えたらそんでええの。なるほど、口の寂しさを埋めれば何でも、そう何でもええ、はいはい、そう、タバコとコーヒーでええんやね。ええねん、そんでええねん。ほんまに。なるほどね。そうだからそれがでけへんわけやんか。そうね。でそのどの映画館もダメだっけ、そのなんか あかんちっちゃいその個人の、うん、今はあかんのじゃ、多分どこもあかんと思うよ。あ、そうか、うん、だから昔はそれができてた時代があったわけやろ、うん、だからじゃない。そうね、まあみんながみんな喫煙者じゃないから、まあ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 、まあ、え、なんなんやろなと思って、なんかちょっとつまめるもの。そうね、だなんか、うん、どっちかというと俺はもうビーフジャーキーとかの方がいい。まだちょっとちゃうんかな、どうだろう。だからやっぱ俺も今いろいろ考えてたんだけど、やっぱ極論でもそのポップコーン最強なのかなとか思って。いやだから例えば M&M とか ああいうちっちゃいものをちょくちょく食べるわけでもいいじゃん。まあ、別に。でもさ、あんなんたくさん食ったら映画一本見終わったと死ぬべ。うん、甘いしカロリーえぐそうだし。ポップコーンもじゃないん。でもあれカロリーゼロ、あカロリーゼロでしょ、塩気でいかれる。カロリーゼロでしょあれ。ポップコーン膨らんでるから、ポップコーンギュッとしたらゼロみたいな。弾けるときにカロリー全部飛ぶでしょ。ああ、なるほど。一理あるな。そうだから、うーん、とかそんだから M&M とかああいうのもうちょっとカロリーがどうかなと思ってたから、極論だから、うん、あのスキットですよ。だからあでも多分俺がなんでそのあれかっていうのは、もともとそんなお菓子を食べへんから。確かにね、そうね、うん、お菓子食べるんやったらもう飯食いたい。ああ分かるよ、このはいはい、はい、味あるもん食いたいってなるから、うん、だからうん、そうね、ビーフジャーキーとかでも塩分えぐそうだね。えぐいな。だからなんか焼き鳥とかの方が食いたい。普通にちゃんとご飯、焼き鳥とか売ってるとこないんかな。でもどうなんだ、あるかもしれん。だってホットドッグとかあるわけやんか。あるな、あるな、あるな。焼き鳥とかあるかもしれん。たこ焼きとかどうなんだろう。あ、ええんちゃん。あ、いいんじゃない。あ、たこ焼き。あとでもあの映画館で暗い中で言わなあかんねんです。確かに嫌だな、それは。熱いの、あれは今ちょっと思った。その丸いつながりでいくとベビーカステラとかわかる。ああ、それベビーカステラいいんじゃないね。ちょっと思った。あれは多分いろんなそのフレーバーというか、ああいうの、うん、ええやん、ええやん、ええやん、作れそうやん。うん、ええ思うわ。ベビーカステラ、そうね、ほんまやん。それにしようや、ちょ売り込もうよ。ベビーカステラどうですか。ベビーカステラええやん。逆にでも映画館って何売ってんの、食べ物。ホットドッグと俺ポップコーンはしてんの。あ、ピザもあるか。うん、なんかその多分場所によるけど、基本的にあるんはポップコーンとホットドッグと、あとなんかあのチュロスとか売ってるとこもあるね。ああ、あるね、あるね、あるね。あとはチュロスなんてもうだって自慢、あの映画始まる前に食べ終わるもんな。なあれはユニバで食うもんやから。すいません、あれはすいません。ディズニーじゃなくて、ああもう食うたあかん、外で食うたあかんから、あれはユニバだけでしか食べたあかんから。了解です。とターキーレグな。手ギットギットになるやつね。ギットギット高い。そう、なんやろうな。でもそんなもんじゃない、なんかちょっとお菓子みたいな、そのこっちのなんかジェリービーンズみたいな、なんかジェリービーンズやったっけ、なんかあのあれやポイフルみたいなやつ昔のあったっけ。こっちあったんじゃないかな確か。こっちであんまり行かないから、そのなんか頼んだりとかっていうのはあんまないもんね、うん、前回行った時ポップコーン頼んだっけ。多分頼んだよな。多分行ったら、俺多分行く時はもう一人の友達がおるやん、はい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 、と一緒に行くから、うん、あいつ絶対ポップコーン頼む。あ、そうなんだ。そう、あ L、 あだからそれまあ 横取りというか、そのちょっとつまみ食いで、だから一緒に食うたらええか言って L を頼むねんけど、うん、そんな俺食わんし、俺ほんまだから3回取るぐらい。なるほどね。ああ、で全部食べてるな、あああの人が。
あの人が、うん、そうね。じゃ あだからベビーカステラいいと思う。あれはなんか大きさによるけど、もうちょいなんかちょっと一回りちっちゃくして、うん、でなんか入れたらええんちゃうね。うん、でなんか上からメープルシロップとかとかね、うん、ああいやいやとか、そのなんか別になんかそのテベッタなるけど、じゃあまあフォークかなんか用意しとけんじゃない、ちっちゃければ。まあまあまあ、うん、スマイルさせたんよ。詰めそう、ああいやいや、高木みたいな。そうそうそう、いやじゃあもう、じゃあポップコーンの次はベビーカステラで。いや、思うけどな、ほんまに。うん、ちょっと売り子みたいね、どっかになんか、うん、ベビーカステラ、いや、ええと思う。確かにお祭りで食べるよりも食べたいよな。うーん、確かに。で、まあ、その例えば、その映画館限定というか、この映画館はこの味があって、この映画館この味があってとかだったら、またなんか面白そうというか。まあいいと思う。じゃあまあ、いや、私たちの結論はベビーカステラですね。あ、いや、ベビーカステラ結構熱いな、うん、皆さんもちょっと考えてみてください、何が一番いいのかっていうの。たこ焼きな、たこ焼きホフホフしなきゃいけない。はい、じゃあまあそしたら次の話をしようかなって思うんですけど、まあ、うん、あっち行くか。どこ行こう。日本人って、まあ、映画見る人は見るし、うん、見ない人は見ないと思うけど、でも全一般的にそんなむちゃくちゃちっちゃい時から見るような感じではないよね。どうなんやろうな、まあ、人によるっつったらもう終わりやけど、うん、っていうかもしれないけど、でもそれに比べてアメリカ人ってもうみんな、うん、その俺らより多分アベレージ見てるじゃん、そのちっちゃい時。ああ見てると思う、うん、で行ったらその家行ったりとかするともうたくさん DVD あったりとか、そのお父さんが好きだから集めてるとかっていうのもあったりとかして、こうなんて言うんだろう、なんでこう価値観というかそれが違うんだろうねっていう。いやでもどうなんやろうな、なんかでも俺アメリカ人の方がもっと近いというか、そういうイメージあるような。だって日本人がさ、その映画に関するジョークとか言ってなくない、うん、どういうこと、例えばどんなの。アメリカ人なんか結構その映画にまつわるそのフレーだから、例えばあの前言ってたじゃん、スーパーナチュラル見てる時にさ、うん、あのセブンのくだりあったじゃん、あ、うん、めっちゃ笑ったじゃん俺ら普通に、うん、でもあ言ったら日本のドラマでさその例えば日本の、いや物によってあるんじゃない、でも多分アメリカの方が圧倒的に多いよね。だ例えばその、うん、なんだ、それはもう量が違うな、分からんでも俺あんまりそのなんか日本でそのなんか映画で例えば他の映画のなんかオマージュというか、そのなんかセリフを入ってたりとか、なんかそういじったりとかっていうのなんかあんま見ないような気がして、そういうところでも言うとなんかその日本人とアメリカ人その映画に関する価値観というかそれが違うなと思って。うーん、なんだろうな、なんかもっと近いもんなんかな、どっちかというと。なのかな、まあ、田舎だったら多分そのちっちゃい時に遊ぶもんとか。いやだから、うん、いやほんまに映画以外なんか見るもんないしっていうのもあんのかな、やっぱり。じゃない、いやと思う。ここなんか、まあ、そう確かにね、遊ぶとこどこなんてなったら、うん、日本で言えばまあそれその地域差はあるけど、うん、まあ日本にももちろん映画館はあるし、はい、で例えば中学生とか高校生が遊ぶってなったら、例えばあのどこ、ボーリングであったりとか、うん、いかん、カラオケであったりとか、あ、いかんいかんいかん、高校になって初めて行ったまあちょっと服買いに行こうかっつって、なるほどな、まあ個人差があるようだな、まあ、ちょっと都市部に行けばあるけど、確かにそうね、そうね、そうね、でもだから地方のコーラとかでも、うん、電車1時間ぐらい乗りゃ行けるやん、うんと映画に、うん、じゃなくてその都市部に、そうね、こっちは、まあまあまあ、うん、あこっちじゃなくて日本は、日本は、はいはいはい、こっちはもう、そうね、まあ、場所にもよるけど、うん、都市部まで出ようと思ったらもう大概ほんま車で3時間4時間行かなあかんとかってなってきたら、うん、もうだってここに関してもほんま映画館とボーリングはあるけど、そうね、そこにまあ一応ビリヤードだったりそのダーツが一応、うん、併設されてるというか、でも車乗ってじゃないと行かれへんやん、行かれないね、あそこは多分無理だね、だ何して遊んでるやろと思って、こっちの中学生とか、確か外で鬼ごっこ、チャリしか乗られへんやん、でもさこっちの子たちも中学ぐらい、中学っていうかもうみんな送り迎え車じゃない、お母さんとか、うん、だから公共交通機関がないからやん、だって電車とかないやん、バスもあらへんやん、だからスクールバスとかあるけど、まあまあそうかそうか、うん、そんなんないからしゃあないやん、もうだからアメリカ人がその自転車で通学してるとか見たことないから、うん、しそういうイメージもないから、うん、何の話したっけ、何の話、映画の話、そうだよそうだよ、うん、なんで違うんだろうねっていう、だからそのやっぱ
それしかないからかな、ちっちゃい時に田舎とかだと、うん、映画館なのか、もうほんま根付いてきたもんじゃない、うん、なのかな。もう映画っつったらアメリカやん。いや確かに確かに、うん、だからなんか変なあるんちゃうプライドが、ね、アメリカの映画が一番。いや だって俺 もうほとんどアメリカ映画ばっかり確かに確かに見るから、それはもうすごいけど、やっぱそこなのかな、うん、ハリウッドがでかくて。いやしテレビでめっちゃやってるよね、毎日のように映画やってるやん。確かに。こっちはあの日本みたいにあの何民放、はい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 、っていう感覚じゃなくて、ほとんど全部ケーブルやんか。ケーブルだね、そうね、うん、でそのチャンネルを選んで契約するみたいな感じやから、うんうん、だからそうか、映画ばっかやってるチャンネルを契約するやつ。そう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 、日本はプラスアルファのケーブルテレビやけど、うん、民放プラスの、うん、でもこっちはもうほとんどケーブルやから、うん、だからうん、ストリーミングに関してもやっぱりアメリカが発祥だからっていうのもあるのかな、うん、例えばネットフリックスとかもそうじゃん、うん、ああそうね、アメリカのものじゃん、うん、でもみんな例えば大学生、日本の大学生ってどうなんだろう、ネットフリックスネットフリックスみんな言ってんのかな。ああ知らんいや見てる人は見てるやろそら。でももうだってこっちのアメリカ人なんてもうだってね、みんな見てるじゃん、多分登録してない人間いないじゃん、多分おらん、全員してるじゃん、うん、っていうのがやっぱ違いなのかな、うん、やろうな、うーん、だテレビおもんないんじゃん普通に、ま、うーんどうなの、ただただ結構でもみんなそのテレビ見んのとか言ったらまあ半々ぐらいかなっていう人も結構いたりとかするから、まあでもネットフリックスどこでも見れるっていうのが多分でかいよね、携帯とさえあれば、そうやな、うん、iPad さえあればみたいな感じだから、うーんまだいけるなまだもうちょいやな、そうねあまあまあどっちもいける、だからそれが一番でかいんですかね、そのやっぱ例えば都市でもこの例えばむちゃくちゃ田舎って映画館ないよね。この近くで言うとカーニーにはあるじゃん、うん、映画館一応2つあるじゃん、ワールドシネマ、ちっちゃい本当にあるある、うん、例えば GI とかレックス、この隣町 GI はカーニーよりでかいで、でかいからあそこはあるもんね、あるよ、レックスも多分ある、ある多分ね、ダウンタウン行けば、うん、ちっちゃい昔からある、うん、そのこっちでワールドシアターみたいな、うん、はある、うん、でも言ったら、このカーニーの近くで大きい町って言ったら、うん、レックス、レキシントン と、うん、GI グランドアイランドのこの2つでしょ、まあ、大きくないの、まあ、同じぐらい、同じぐらい、うん、それよりも小さいところって言ったらたくさんあるじゃん、ヘイスティングとか、うん、ホールドリッチ、うん、あとはギボン、うん、まあ、最近 そのインターのラベンナもそうだし、うん、とかああいうぐらいの規模になると、うん、もう映画館すら多分ないよね、ないんじゃない、でもねいらんしな、なんで人コンやん、なんで、え人ありゃ儲かんじゃん、人コンやろ、ありゃ儲かるんじゃん、コンやん、でもそういう人たちも多分でも映画見てるじゃん、ちっちゃい時絶対テレビやろかな、うん、とかあとあれなのかな、やっぱその家族でそのなんか遊ぶというかどっか行こうみたいになったらやっぱその映画の選択肢も増えてくんのかな、うん、俺の家の場合だとあんまりなかったのよ、家族でその映画見に行くみたいな、家族ではない、あなかった、ないない、あでもほんま昔幼稚園とかの時は多分なんかあったんやろうけど、うん、あなんかあったの、もののけ姫見に行ったと思う、確かいつの話だ年が分かるか、年が分かる俺が確か幼稚園ぐらいの時にもののけ姫やっとって、ほんほんほん推測してください皆さんで多分なんか怖くて目つぶったまま寝たと思う、おすごいうん、だそれぐらいまで幼稚園とかまでだから、うん、そうか、でもこっちの人なんか結構家族で集まることが多いやんか、そうね、うん、どっちかというと、うん、なんか何かにつけて、まあ、クリスマスなりサンクスギビングなり、ね、そうね、うん、でそういう時やっぱなんか映画見てるような、確かに、まあ、クリスマスに関してもたくさんほどあるじゃん、うん、クリスマス映画と言われるものが、うん、そうね、みんなで見てるイメージはあるね、うん、確かに、この間サンクス行った時も友達の家、うん、ああ行ってたね、めっちゃ映画見てた、あそうなんだ、ずっと何見てたの、でも俺だからそれ前友達と話してたのが、そのみんな集まったりとかする時なんか見たりするしょみたいな映画、うん、で、クリスマスはクリスマス映画っていうのたくさんあるし俺らも結構知ってるじゃん、うん、でも例えばサンクスギビングとか、うん、ジュライフォースとか、うん、ハロウィンはまだあるか、うん、とかそういうようなアメリカのまだ大きいイベント、その祝日ってたくさんあるじゃん、うん、
その時をテーマにした映画ってたくさんあるかなっていうのを友達とも話してた、アメリカ人の。あ、そう、そしたらその友達も何あるかなみたいな。でもそのサンクスの時は、うん、クリスマス映画を見てたおいおい、クリスマスに見れよ。バッドサンタを見てた。あ、確かもうだから何でもいいっちゃいい、ね、いや何でもええんやろ別に。なんかやってるわみたいな、みんなで見ようかみたいな。で見てたね。そうね、だからやっぱまあその家族ぐるみでなんかやっぱ見ようってなったりとかするのかね、うん、こっちは日本よりを比べて、日本に比べて。うん、そうじゃない、うん、やっぱ楽器使うとかないやん。何こっちに年末の、ね、年末とか楽器使うとか紅白とかないよ。確かにそれはそうかもね。だからそうなってくるんじゃない、やっぱみんなで見るもんだって何ってなったらやっぱ映画になるんじゃない。それはいいあれですね来た。確かに確かに、そういうのないかもね。だから年越しのカウントダウンとかね、そうそうそう、ああいうやつね。確かに確かに、そうか、まあ、グラミーとかそんなんはあるんやろうけど、うん、ちょっと分からんけどそれを、うん、どういうアメリカ人の中で の、うん、あの位置づけなのか分からんけど。確かにそうね、やっぱもうそのやっぱ根本的なものが違うのかね。うん、と思うで。だよね、うん。だからまあ、にじゃあもし仮にその自分にその将来結婚して子供ができたってなったら、うん、映画はどうするというか。あ、めっちゃ見せると思う。それは例えば年代別で見せていくのかとか、もしくは例えばそのなんかいろんな話聞いたりとかすると、例えば、お父さんが楽器好きで、うん、たくさん家に CD あって、はい、そっから、自分がなんかちょっと適当に聞いて好きになったっていう人もいれば、うん、お父さんがこの CD いいよこの CD いいよこの CD いいよって言ってその好きになってったパターンとかいろいろ多分あったりとかするんだけど、このどうしてくと思う。例えばその幼稚園の時は、まあ、それは幼稚園とか小学校とかの時は、うん、なんか俺が見せる。あ、例えばこれ見なよとか、これいいよこれ一緒に見ようとかで見せるけど、まあ、ある程度したらもう別に自分で好きなの見ればいいんじゃないかっていう。でもまあそのとりあえず、うん、じゃあちっちゃい時からまあとりあえずこれはいいよこれはいいよで見よう見よう見ようみたいな感じで見せるような感じかな。うん、だから自分の好きなものを見るんじゃない。だから俺が好きなものを。でもまあその幼稚園小学生に分かるようなものでしょ、そこが難しい。いや別に分からんでよくないあ、そうだな、うん、そう、まあ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 別に何の気なしに見とったらよくない。だってさ、小学校とかの時に、うん、例えば金曜ロードショーとかで、まあ、なんかいっぱい映画してたやんか、うん、でその時ってあんま正直内容は覚えてない。どんな話やったかなっていうのはふわっと分かってるけど、うん、詳しくは分かってないやんか、うん、でも、まあ、なんかアクションでとか、うん、あ、めっちゃ覚えてるみたいな俺やん、うん、でこの年になって見返すと、え？みたいなこんないかつい話やったみたいなことってあるやんか。別にそんでええよ思うねん。あ、まあ、だからきっかけさえとりあえずそう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 。なんか親しみができればええなと思うけど。まあそうね。まあ触れてるか触れてないかは違うと思うしね。うん、確かに確かに。音楽にしてもそうや。だうちの母親が音楽好きで。楽器とか吹奏楽をやってたらしいけど昔、うん、だからずっと送り迎え、幼稚園とかの送り迎えの車の中 で、うん、でそれこそ昔のクイーンであったりとかさ、あ、そっち系なんだ。そして洋楽なんだ、うん、洋楽洋楽だから俺洋楽が好きなんやああそうなんだ。そっからやね俺もうちのだから例えばその昔の日本の松任谷由実とか。あ、全くなかったうちは。あ、そうなんだ、うん、もうずっと洋楽流れてて、うん、クイーンとかホーランドオーツとかなんかいろいろ。なんやったらなんかちょっとあの若干ディスコ世代だから、アース&なんだっけ、わからん俺名前が出てこない、なんだっけディスコ関係の曲の、うん、そう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 とか。でもその時は何が流れとかわけわからん。でもなんかそう、ね、耳には残ってるから、なんかああみたいな。でまあ物心じゃないけど、うん、ついてきた時に自分の好きなもんを調べていくというか、うん、探っていったらなんかそれに近くなっていくみたいな。うーん、悪くない。
確かに。だからまあやっぱきっかけは与えた方がいいよねっていうような感じかね、うん、思うけどな。うん、そうね。じゃあまあこの流れでちょっと一個話したかった本題というか、さっきのネットフリックスつながりで、ネットフリックスつながりで、はい、はい、最近もう引くぐるもうちょっとそのシーズン、その話で言うとそんななかったけど、うん、引くぐらいハマったドラマが一個あるじゃん、ネットフリックスオリジナル。最近なんやったらめっちゃ話題なんじゃないこれって。でもあれだって1位になってたでしょ、なんかそのネットフリックスランキング、なんて言うんだろう。あ、そうなんや。確か、うん、ほんま何の気なしに見て、うん、やばってなった普通に、うん、俺もだから別に見る気なかったけど、うん、そのなんかたまたま隣にいて、うん、何や流しとんみたいななんてなんてなんて何流しとんみたいな、でなんか流してて、で横目で見てて、ふーんって、でまあもう一話見るかみたいな、でもう一話見てる時に、なんかね、もう一話見るか、もう一話見るか、で寝れなくなったもんね、うん、そう、で1日で見たもんな俺全部。俺もでもその次の日に全部見たわ。もうめっちゃ、だからファイナルウィークやったから、ほんとや、課題とかバチボコあったのに、変なことしてくれたマジで、いやーみたいな気ぃついたら朝の7時やったそう、うん、私たちがその、今和の国のアリス、うんうん、アリス・イン・ボーダーランドっていう、そんなあれやった、うん、もともと、漫画、漫画結構前の漫画なの。ね、いやほんまでも10年ぐらいそんなないかな、うーん、何も、いやそんなないな、5年6年とか。漫画自体はすぐ終わってるんだけど、30巻ぐらいって言ってたっけぐらいじゃないか、うん、で漫画自体も読んだことあったから、うん、でもなんかこの実写化ってさ、うん、まあ、確かに、はい、なんかわかる、わかります、あんまし、わかりますよね、時あるやんか、見パターンに、はい、あんま見る気はなかったんけど、たくさん見てきたんで、そういうの、そうそう、なんかもうよっぽど見るもんなくて、うん、つけてみたら止まらなかった、当たりでしたね、あれは。いや面白かった。でも何が良かったんだろうね何なんやろうな。でも普通にめちゃめちゃ映像綺麗し、いやだから本当だから、地上波でできないよねあれは。ああ金的にまずそうなんかな、やっぱり。でも、うん、もう金のかけ方えぐいな、すごかったね、うん、でキャストも言って、もうすごいって言ってたじゃん、めちゃめちゃ、もういろんな人出てて、うん、であれ、まあとりあえず話あらすじとかその辺を話した方がいいのかな。主人公の、山崎賢人が演じてるアリスっていう人が、うん、まあ、引きこもりでずっとその、弟となんか比較されて、でそのなんかずっとなんかダラダラした生活を送ってて、でもまあそういうそんなやつだけど、仲いい友人が2人いて、ちょっと名前が出てこんけど、長太と神戸みたいな、なんかそんなの、そんな名前のなんか2人、1人はまあちょっとなんかその機械系 IT オタクというか、うん、なんかそんなような感じで、もう1人は結構なんかその血の気があるというか、そんなんか肉体派だね、肉体派、うん、そんなような3人がすっごい仲良くて、である日なんかそのまたバカみたいなことしてて、どっかトイレに入ったんだっけ、うん、なんか3人で1つの個室にバーってなんか入って、なんかふざけてたら急になんか外が静かになって、うん、でそのまま街に出たら、もう渋谷から誰一人もう人がいなくなってたって。あの渋谷のやつすごいね。だからもう話してたじゃん、見てる最中に、うん、これどうやって撮ったんって。でもなんかあれは分かった、作ったなって。もう俺もう本当だと思った。なんかほんまや、最近の映画で、うん、もう題名忘れたけど、なんかね、なんか映画あんねん最近のやつで、うん、でそれのメイキングを見てたら、そのセットを作ったみたいな。でワンチャン監督が同じなのかな、とか制作人がなのか、うん、ワンチャンなんかそれを使ったんちゃうかなみたいな。でほんまにそれ使ってた。もうほんとリアルな渋谷に、うん、もう人が一人もいなくて、うん、もうすごくて、あの映像がまず。でそんな状況で、なんで人が消えたのかっていうのをちょっと探してるうちに、なんかゲームなんだみたいな、うん、このなんかゲームの世界に入ったんだみたいな、なんかそんな感じ、うん、なんか異世界に来ちゃったんだみたいな、うん、でこのゲームをクリアするというか、生き延びるにはゲームを挑戦し続けなきゃいけないんだっていうのになって、うん、そのゲームに挑むんだけど、そのゲームの代償というか、ゲームにクリアできなかった時の代償が死ぬっていう、うん、でどん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 それをクリアしていってっていうような話だよね。でそれでその世界から出ることができるのかみたいな感じだよね、一応。そうやな、話で言うと、うん、あ
れもなんであんなおもろかったんだろうねあれいや原作もめちゃめちゃ面白い。ああそうなんだ。やっぱりあし、そうだね。でもなんかこうドラマっていうより映画を見てる感じだった。でも本当にだって1本ものによるけど、その長いのだったら50分ぐらいでみたいな、うん、40分50分でっていうような感じだもんね。なんか映像とかもめちゃめちゃ凝ってたし、うん、やっぱネットフリックスだからできたのかな。すげーなー、うんうんうん、ほんまに。でキャストがなんかめっちゃハマってたなと思う。俺でも正直読んだことはあんねんけど、うん、結構前やから、うん、あんまり覚えてなかったん。そのどういうキャラクターやったかとか、うん、俺も原作を読んでないから、そのこのキャラが、うん、あハマってるとかはあんま分からない、うん、例えば他のその実写になってるのでこれはひどいみたいなのは結構あったりするけど、うんうん、あれをちょっと話していい、ハガレン実写化されたじゃん。ああうん、ひどいでしょ。俺もいやもう見たっけな。もう言うけどあれはもう見たっけ。あれもひど、あとブリーチね、あの2つもひどあれはするべきじゃないね。地獄だったあの2つ。ワンピースをするみたいなもんやもんね。いやほんとそうよ。やったあかんの。なんでいけると思ったの制作側も、うん、なんか売れすぎたやつはせん方がいいよな、うん、でだからそのハガレンのあの女の子の名前なんだっけ、ウェンディ役が本田翼だったの。あで本田翼の事務所の関係で本田翼が金髪にできないっていう、うん、意味が分かんないでしょ。だから黒髪のウェンディーよ。頭おかしいでしょ。そういうような役にはまってないのもあるのよ。うん、でもだからその今回見たので言うと、その原作を読んでないからあんまりこのキャラにはまってるはまってないが俺は分かんなかったけど、うん、でも俺も正直だからそのキャラクターをあんま覚えてなかったからはまってんのかはまってんのかなっていうのは分からへんけど、あのストーリーとして、うん、あの中のキャラクターとしてはすげえハマってたなと思う、うん、よかった。ケンケンよかった。ケンケンちゃうよ。ケンケンよかった。ケンケンちゃうよ。金子の動きで、金子の動きよかった、うん、よかった。かっこよかった。てか、いや金子の動きもそうやねんけど、うん、あのアグニ役の人、はい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 、はい、あの人なんかよかったね。何やったっけ、青柳なんちゃらって人やねんけど、なんかエグザイ、そうそう、なんか劇団エグザイかなんかの人で、うん、で最初見た時わからんかってん。なんかいろんな映画やったりドラマ出てんのあの人な。そうなんだ。うん、もともと。で最初誰かわからんくて、坊主やん。うん、で髭生えて、うん、めっちゃいかつやんか。うん、誰みたいな。性的やし。そう。みたいな。あの人、うん。なんか体型すら変わってたから、こんなごつかったっけみたいな。あ、なんか違うのに出てたんだ。いや他の作品見たらわかると。いや多分もともと多分そのエグザイルやから。まあまあそうね。でも体はすごいと思うね。うん。けどいやこんなでかかったから。あ、そうなんだ。二回りぐらいでかい。感覚。どう、そのなんか役作りで鍛えたのかねそれ。なんかな。あみたいな。なんかすげえ良かった、うん、あの人は。そうね。あいつとだからその、うん、金子信明な、あの辺も良かったね。金子信明。あと朝日奈ね。出た男のやつね。いや言うたらあかんや。え言うたらあかんや。あれ違ったっけ。ちょいネタバレじゃないそれ。まあまあまあ軽くね。まあまあ、うん、朝日奈やかわいい、うんうん、あと誰出てたキャスト、メインキャストを言わんすよね。タオよ、タオよ。タオ、そう、タオね、土屋タオ、うん、あの最初に出てたあの2人いるじゃん、アリスと仲良かった2人、うんうん、あの2人が俺出てなんか1人は分かっなんかどっか見たことあるかなっていうような顔だったんだけど、うん、でも2人とも名前があんま分かんないんだけど、うん、なんか他に出てたっけあの2人。知らん。1人がなんかまたそのエグザイ劇団のそんなエグザイルがどうのみたいな。ああ、なんか調べたらそうやった。あ、うん、あの辺もまあ良かったけど。あれだからエグザイルの映画なんかな。じゃあおおエグザイル2人も出てんねんから。だってあ、そうなの。だってそうやん、青柳なんじゃない、そのアグニの人と、ああ、あとだってカンベか、カンベだっけ、うん、もうエグザイルでしょ。そうか、うん、エグザイルの映画なんじゃん。あ、すごいな、すごいすごい。あれはあれはね、あれはあジャニーズ2人で撮ったもジャニーズ映画やろ。あ、まあそうね、確かに確かに、そういうもんじゃない。いや、よかった。あれは久しぶりにね、うん、なんやったらメインキャストが一番しっくりこんかった俺は。アリス、うん、アリスとタオ。タオもそう、なんか若干イメージ、なんか俺らもタオってすな、仲いい感じで言うんだけど。タオね、タオね、あのタオね、うん、そう、タオっつったら別の人になるから。あ、そうな、うん、やめよう。土屋タオ、土屋タオね、うん、はい。なんかね、その原作はやっぱほんまボルダリングみたいなのやってて、うん、結構ほんまスポーツマン女子なんよ。
もっとボーイッシュな、なんかそんなイメージーで結構筋肉じゃないけどもうあってみたいな。あタオはもうそうね、髪短くしてちょっとなんかスポーティーというかそんな感じに見えたけど、うん、そう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 、あまあ多分タオそんなスポーツしてこんかったと思うあなんか見るになんかおるやんか、その女子陸上部とか、うんうん、やっぱ体が違うやん。そうねそうね、なんかそんな感じじゃなかったから。あそうか、まあそれを原作読んでないから分からんけど、うんうん、そうか。別に俺はまあ山崎賢人が別に好きだからそうなん、個人的に。あそうなんや、うん、だからまあ別にいいかなって感じだったけど、山崎賢人ななんか実写ばっかしてるイメージがある。と福士蒼汰あの二人は、あんな二人だけはほんま。てか山崎賢人と土屋太鳳が結構なんか共演してるのが最近もあったような確か。あそうなんや。俺が見たのはオレンジ見てそれもそうだったし、うん、あの二人が結構共演してるのが多いね。なんええんかなと思って、なんかもっとあるんちゃうとか思ってもたけどな。でも誰やったらええとか分からへんけど、なんかもっとあったんちゃうかなと思うけどね。なんかあのちょい役というか、俺名前があんま分かんない人たち多かったからあれだけど、うん、あの白髪というかの金髪であのずっとフードかぶってるって言ったじゃん。チシアだったかな、そんな名前だったっけね、うん、あいつもなんか好き、あのキャラというか嫌いっつってなかった、何こいつみたいな。いやだからそのなんていうの、ヒゲ濃いなみたいな確かにヒゲ濃いよ、もうケンケンも濃いし、あの金子のバーケンケンケンは出てないねパクられたね、おお金子のバーキつながりだね、だからその兄弟だから、うんうん、まあヒゲ濃いとか言ってたけど、まあまあそのキャラとしてはまあまあ、そのあの俳優好きやで俺村上虹郎、俺他わかんないのよ。なんか最近ちょいちょい日本の映画を見出して、うん、また、うん、なんかそれになんかちょいちょい出てる。まあ、最近はいい、最近だから結構出てき始めたというか、うん、そんな感じなのかな、うん、ちっちゃいけど、ちっちゃい確かに、うん、あとあの坊主の、剣持ってるやつ、やばいやつな、やばいやつ、そうあいつもまあまあなんかそのキャラとして、うん、結構良かったね、うん、でも面白いあれは、久しぶりにこうあちょおもろいなってうん、なんか久々に日本のドラマで面白いなと思った。だからまあネットフリックスなんで、まあ皆さんもちょっと時間あるときに多分パッと8話だっけ8話ぐらいだよね、うん、だからまあ今期いるというか、まあそのだから暇な日だったら頑張りゃ1日で見る、朝そう朝9時ぐらいに起きてずっとぶっ通してみれば全然夜、うん、でも多分な見てまう、いやこれ確かに、うんうん、もうその何時間置いて見るとかでけへんと思う。確かに4話ぐらいまでがおもろいですよね、なんか、うん、見た感じな、なんかめっちゃ4話ぐらいまで力入れたなみたいな。そんだけあとなんていうの、その内容がちょっと4話以降、4話5話以降から、うん、何ビーチの話になるから、うん、その真新しさみたいな、うん、ゲームみたいなのはちょっと少ないやんか、その最初からすると。だからなんかうんみたいになったけど、いやでも全然トータル面白かったけど、うん、そうっすね。だからまあ皆さんももし時間があったらぜひ見てみてください、うん、ネットフリックスで見れますんで。はい、まだ喋れるな、何も喋りましょうあと10分ぐらいは全然喋れますけど、ちょっと一個喋りたいことがね。あどうぞどうぞどうぞ。この間っていうか、何も聞いてないけど俺は、え何も聞いてないけどどうぞ。俺のベスト5を話したやんか。はい。その中多分ドライブって出てたっけ、言ったっけ、俺覚えてなくて。一応言ってた言ってた。ああそうね、うんうん、でこの間まで授業取っててん、アートのクラスを、ね、はい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 。でそのクラスが、まあ、言うたら映画に関するクラスで、はいはいはい、で、まあ、映画好きやから、うん、面白そうと思って、はいはいはい、取ったわけよ、はい、だからもう蓋開けてみたらもうどえらいことが起こって、その言ったらその映画撮るっていうのは、うん、まあ言ったらジェネラルスタディーズだから一般教養科目だから、うん、 それ以外のクラスでも良かったわけじゃん。そう、でも自分のメジャーとは関係ないやつを撮るから、うん、で結構その授業数でいうといろんな授業があって、ビジネスもありゃバイオロジー、その生物学であったりとか、うん、もういろんなのがあって、でもその中でアート
でしかもその中身を見てみたらじゃあフィルムだっていうので、うん、じゃあ撮ってみようって言って撮ったんだよね。撮ったけど、うん、やば何をえぐかった。英語でしょ、好きなこと書けばいいやん。バリしんどい好きなこと書けばいいんでしょ。いやだってさ見て好きなこと書けばいいんでしょ、うん、俺はね、はい、あの映画好きやでもちろん、はい、でも、はい、その世の中にいっぱい映画好きな人おるけど、はい、自分はもうなんか浅いところでずっと降りたいのよ。はいはいはい。でなんかもう一回見ておもろいおもんない、うん、って言って、はい、でもなんかこうその中でいろんな映画を見て、うん、その好きなものを探すみたいな、うん、で好きなものに関してなんかこう別になんて言うんかな、その美大とか専門学校行ってる人からすると、うん、まあ、なんかこの撮影方法はどうだろうでとか、はい、ここの表現がとかとかあるんやろうけど、うん、もうその正直さあのおもろかったらええやんっていう感じやから俺は、まあね、とか綺麗だったらいいとか、うん、ここの例えば撮り方おもろすごいとか、そう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 、おもろいで止まれば別にいいっていう、うんうん、っていう感じやから、うん、その、まあ、多少の考察みたいなのは、はいはいはい、まあ、あるんやろうけど、はい、なんかそんなガチでそのするつもりはなかったな、はい、ならそのアートのクラスはあの映画っていうよりももうほんまに美術の授業やから、はいはいはい、映画をもう一回じゃあ美術として見てみましょう、はいはいはい、でそのコンセプトがアートオブサイエンスなんよ、うん、なんかもう、うん、だからじゃあその一回美術を科学的に見てみよう、うん、で毎週一本映画見させられんねんけど、なんかもう脳科学とかのレクチャーを押し出すんだよね、はい、なんか、はい、右脳はどうで左脳はどうで、はいはいはい、とかなんか何やったっけ、うわ日本名が出てこへんけどさ、前頭葉、前頭葉はどういう働きがあってとか、はいはいはい、言ったら映画とか美術って目から入ってるもんやから、はいはいはい、どういう作用をしてとか、はいはいはい、もうそういうとこまで行くのよね。おもろいよ。いややばなみたいなえぐらんこいつみたいなでもあれだっけ、最後のファイナルのペーパーが、うん、ドライブについてだ、そうそう、だからその最後のファイナルの、うん、論文みたいなが、うん、まあ一人一個映画を選んで、うん、今までそのレクチャーでやってきた、うん、ことを、まあ、落とし込んで、うん、まあ論文書いてみてみたいな、うん、ことやから、うん、何ページ何ページだったっけ、8かな、余裕やん好きなことを8ページ書く、いや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 、余裕やしんどかったほんまにしんどかった、余裕ややばかった、どんだけ映画見なあかんねんと、どんだけドライブ見なあかんねんと思ってで向こうが求めてるのはそのカット、うん、例えばそのカットを撮ったらまあなんかその構図であったりとか、うん、色、はい、色彩学に基づいてやったりとか、はいはいはい、でこの構図はどういう意味があって、はいはいはい、人にどういう、それは指定されるの、何がここの構図は、うん、だからそれを自分で考えんねん、あどこでもいいんだ、でもそう別にそれはどこでもいいねん、うん、でちゃんと考察できてるかどうかっていうのを見るやつやねんけど、うん、だからそのシーンで例えばこの三角砲みたいなのがあるんだけど、はいはい、でその構図はこういう効果があってみたいな、うん、で人にこう思わせるじゃないけど感じさせる効果があるとか、はいはい、で色に関してもこの色を使うとこういうイメージがあってなんか人にこう感じさせることができるからこの色を使ってるみたいなのをうんたらうんたら書かなあかんねん、はい、で、はい、まあまあやるわけやんか、はい、やって俺ドライブ好きやったから、うん、でいざそれを書いたわけ、うん、んで、まあ、それをやっていくとより好きになったねよりね変わってきたな、なんか話がそうか、より好きになったっていうのを言いたかった、それが言いたかった、そうアートのみんな撮ろうね、もうきついけど撮ろうねとかじゃなくて、撮らん方がいいと思う、撮らんあれはあおすすめしないとかじゃなくてけど、うん、あのもうドライブ好きめっちゃええね、そんな話だったんか、うん、めっちゃええねほんまに、あまあ改めてその分析して見てみると、そうなんかね、監督があのすげえ色使いにこだわってて、う
で、あの映画って、まあ、見た人は分かると思うねんけど、会話らしい会話ってめっちゃ少ないね、うん。で、主人公自体もすげえ無口。はいはい、そうね。だから言葉を使わずにどれだけ表現できるかっていうのをにもう目指した映画みたいな、はいはい、で見ていくと面白いんが、青とオレンジをよく使ってんのよ、はいはい、でその主人公男の人が出るときは背景やったり、その男の人の服は青色が多いね、はいはい、でヒロインが出てるときは背景がオレンジ色のことが多いの、で青色って例えばクールであったりとか、はい、冷静、はい、冷淡みたいなイメージがある。でオレンジ色はあったかみであったりとか、ね、安心感のイメージがある、うん、でじゃあなんでそれで分かれてるんかっつったら、うん、まあ男の人はもうずっと一人で生きてきて、はい、まあその犯罪も犯して、うんうんうん、で来た人やけど、唯一その女の人が自分にとって安心できる場所やね。だから2人でおる場面はオレンジ色とか、アパートにおるシーンがあって、うん、でなんか水をもらうシーンがあんねんけど、その男の人が立ってるとこと女の人が立ってるとこを見たら青とオレンジでくっきり分かれてんねん。壁紙の色と照明の色で青とオレンジでくっきり分かれてんのよ、でなんかそんな意味を考えるとやばみたいな、えぐってなって、で多分その監督だけじゃないやんそういうのって。ああそうね、見ていくと多分ほとんどの映画監督であったりとかはそういう意図を持ってやってるやんか、うん、なんかそのカメラワークにしろ、まあ、うん、まあ後からその、うん、例えば色をいじったりとかしてると思うけど、そうそうそう、でも思ったんが思って変態やな思ってあれよ、いいはいいんでしょ、うん、めっちゃいいけど、うん、変態やなあいつらあいつら、うん、いや変態やと思うよ、やばいな、紙一重よ、やばいやばい、あいつやばいほんまに。あ、まあじゃあまあその授業を得て、まあ一応よかったはよかったんかな、うん、よかった、あけどしんどかった、お勧めはしないと、はい、いやほんまに取らん方がいいよ、一応番号言っときますか、あアートの388っていう、うん、まあ言わなきゃに来る人はぜひちょっと考えておいてみてください。だよっぽどほんまだからそのメジャーであったりとか、アートのメジャーであったりとか、そんなんをやりたいっていう人は、うん、いいと思うけど、ただただもなんか映画好きやからみたいな感じの軽いノリで行ったらほんまもうしばかれる、しばかれる上からドーン行かれるから大変ほんまに。いいじゃないですか、最後結構いい時間になりましたよ、それを話したらやろ、うん、ほらちょうどや、いいやさすがやじゃあちょっと今回はそんな感じでじゃあ終わりますか、うん、じゃあどうでしょう、はい、それでは今回のポッドキャスト終わりますか、まあ、テーマというテーマはなかったからちょっとタイトルをどうしようかなって感じなんだけど、うん、もう今はの国のアリスでいいんじゃない、確かにそれでいくかそうね、でまあ明日からしげさんが日本に帰るっていうのもあって、うん、約1ヶ月になるよね、そうやな、うん、約1ヶ月、まあ今週ちょっとその、先週かファイナルウィークがあってちょっとその1本上げれてないんですけれども、動画上げろよお前、うっす、嘘まあだからファイナルウィーク終わったからちょっと今後ポッドキャスト楽やから編集とかもそればっか上げて、楽よ本当に楽、メインはどれや、はい上げます、すいませんだからまあ一応ファイナルウィークも終わったんで、まあ上げてこう、動画もちょっとぼちぼち上げていこうかなっていうふうには思ってるんですけど、まあしげさんが日本帰るっていうのもあって、ポッドキャストも一応週に1本ずつ上げようかなと思うんですけど、まあずっと一人で喋るのもなんかなって思うんで、今後はちょっとそのゲストというか、まあ、次は多分私一人でちょっと自分のことを喋ろうかなとか思ったりするんですけど、今後はまあ UNK にいる人であったり、ゲスト呼ぶんよ、ゲスト呼びたいと思います、はい、知らんそれは、まあ、一人そのちょっと今呼ぼうとしてる女の子がいて、日本人の、うん、あの前ちょっと話したかも、まあ、これあんまり詳しくは話さんけど、うん、あのソロのやつ、ソロ、うん、ああああ、はい、まあ、ちょっと詳しくは今後また話すんですけ ど、はい、まあ一人いたりとか、あとムッチ、ああ電話でそう、アメリカにいる、幼なじみの友達が一人、ロスカリフォルニアの方に一人いたりするんで、その二人とちょっとまあ昔のこと話したりとか、日記、日記確かに俺おらんのにまあっていうような感じで、今後はちょっ と、ゲストを招いたりとか、あと自分で一人でちょっと喋ったりとかして、しげさん帰ってくるまでは、ちょっと一人でやろうかなっていうふうに思います、はい
じゃあこんな感じで、今回はエピソード5ですねを終わりたいと思います。それでは、まあ、しげさんは日本を楽しんできてください、うん、で、まあはい、じゃあ、次回のポッドキャスト楽しみにしていてください。それでは皆さんさようなら。